おはよう。おはようございます。今日はですね、まあちょっと笑って YouTube 見れるような内容じゃないんですけど、はい、まあうちって塗り替え道場チャンネルって、まあ、会社経営的なこととかさ、まあ結構できるだけためになるようなことも話したいなと思って、はい、でこれから職人さんたちが独立するとかさ、はい、まあ、そういう話をしとる中で重大な問題が起きてさ、 YouTube 見てくれてる人たちだったらよくあることだと思うんですけど、はい、やっぱ職人って飛ぶんだよ。飛ぶってやめてく突然突然ですか。そうそうそう。てかよくあるんですかこういう業界で。俺ももう会社大きくなってきてからもうそう変なことなんから、はい、もう久々だなこんなことと思うんですけど、はい、まあそういう中で、まあ多分昨日飛んだということで今から家に行くんだわ。はい、うん、で何って言ったらそいつ会社に借金があるんだ、まあ、莫大ではないけど40万ぐらい借金、はい、しかもまあそいつひどいんだけど、まあ、会社入って、まあ、すぐだよ、はい、すぐ怪我して、はい、まあ、別にわざととかじゃないと思うんだけど、それは本当に手切って、はい、で入院したの、はい、まあ何日間かで入院して手だもんね、作業できんじゃん。そうですね。で会社の労災使って、はい、まあ休んどったわけよ、はい、でそれでちょっと生活が苦しいと、はい、うん、苦しいからお金貸してくださいって。ああ、会社に保険ってちょっと遅れてくるから、でその間につって生活費だっつって、はい、俺40万貸しちゃったので、保険が入ったら返せよって言っとったのに、はい、まさかの保険が入ったら、はい、全部使っちゃったのその保険。どういうことですか。で40万あるだろ、はい、保険料が入ってきたら返すだろ、はい、そうですね。だろ、で仕事もし始めたら20倍になるじゃん、遅れるんだから、はい、給料はすぐもらえるんだから。そうですね。なのにまさかのそれも全部使っちゃった。じゃあでそれすら俺知らんかったの。社員とやり取りしとったの。ああ、いや、事務の人と。そうそうそう、ちらっと聞いたことあるだろ。それはそうですね。勝手に月々2万円かなんかで払ってくるっていうルールを決めとってはい、これはおかしいぞってなって、俺もお前何やっとるんだってなって、はい、まあ、話して、はい、であとはもうそいつもさ仕事がもうめちゃくちゃ汚いんだわ、はい、あ、そうなんですか。もう何回もみんながケツ拭いてあげて、ケツ拭いてあげて、一緒におるとちゃんと言われたことやるんだけど、はい、一人で現場とか行きましたらもう本当にダメなわけ。ああ、怠けちゃう。怠けちゃう、怠けちゃうとか、もう汚ねえんです、とにかく。ああ、来た。で、まあ俺もなかなか現場に出たれへんじゃん。で、今ね、塗装班も一人親方とかそういうのも多いもんで、はい、なかなか面倒見る子がいないっていう風で、はい、その、まあ知っとる、ね、防水屋の社長が、はい、まあ若いし、今忙しいし、はい、預かってあげるわ、って言って。あ、はい、で俺もそのままの給料だよ、そいつに給料だけ払ってくれいいよって。もう借金もあるもんね、そいつ。はい、うん、で辞めたいとは言ってる。でもさ、はい、辞めさせれんじゃん。そうですね、うん、貸したもん返してもらうと。そうそうそう、貸したもん返さなあかんし、まあ、その親方がまあ預かってもいいよって言って、ね、そのそいつをかわいがってたんやけど、まあ1週間2週間ぐらい使っとったら、はい、その親方もすっごいかわいがって、まあ、家泊めたりさ、ご飯連れてたりしてくれとってさ、はい、で、あ、やっぱそいつもちょっとずつ変わっていけばいいなと思ってたら、はい、まさかので、俺も絶対一人で現場行かしたらあかんよって言ったけど、まあその人も禁断の果実に手を出したんだろうな、はい、行かしちゃったんですか。おー、イブになっちゃった。お前禁断の果実食っちゃったもん。社長、絶対にその禁断の果実は食べちゃダメですって言っとったにもかかわらず、その親方も優しいから食べちゃった、はい、でやっぱ、あ、ちゃんとやるなって、一緒に連れ取ったらちゃんとやるなと思って、はい、もう現場行かしちゃった。現場くしゃくしゃにしまって、はい、その子も防水屋でそのゼネコンとかから直接回っとるような子じゃないから、はい、そんな締め停止食らえんもんで、もう余計だよな、はい、ほんでもう出入り禁止かっちゃったよそいつが。ああ、そうなんですか。もうでその子も切られるぐらいの勢いよ。まだ塗り替え、まあ、まだって言ったら失礼だけど、塗り替え道場って一般のお客さんだからさ、はい、謝らすむって言ったらあかんけど、それ建設会社ってずっと同じとこからもらっとるわけじゃん。そうですね。ずっと年間毎日毎日仕事いっぱいもらうんだから、何件も何件も、はい、だけどその子もあわや切られちゃうっていうところっちゃって、あ、はい、こんなやつでとなったらお前もう切ってまうぞって言って、はい、結局やっぱりもう使えませんってなっちゃって、あ、でまあなんとかしてじゃあ使うかって、もう現場はでも行かせれんで、はい、材料運びとかさ、足場班の、あ、はいはいはい、おらなおらんでやるんだよ。だけどまあおる以上なんかやらそっかって言って、そうですね、うん、一トン車乗らして、はい、材料運びに行かしたの昨日、はい、ほんならまさかのお前その一トン車材料乗せたままどこ行ってまったらしい。え、一等車と一緒、材料も乗ってるって。え、お前多分売りに出しとんじゃねえか、下手したら。ああ、車だけど犯罪に手を出してるな、ついに。そうそう、もう警察沙汰ですよね。そうそうそう、だってあの汚しとる汚いだけだったらまあな、はい、40万借りた金返さんぐらいやったらまだこれいいけど、はい、まあそれは俺も怒るけど、
許すわけじゃん、はい、だから怒るだけじゃん。あ、そうですね。まあな、この間ミッチー殴った動画もあるもんで、はい、あれだけど乳首にしたとこだけど教育じゃんそれって。はい、まあ、じゃあ逆に俺はそいつも、まあ、殴って分かるようなタイプじゃないかなさ、はい、どうやってやったらいいかなって、まあ、悩んでたところに、はい、まさかのだよな俺な、犯罪だって。でちなみに今家向かってんだわ。そうですね、うん、もうすぐ着いちゃいます、ね、まあ家着くな。ちょっとこの辺からで多分背景にモザイクかかってちょっと俺にアップしといたほうがいいかもしれない。はい近すぎるだろテレビお前。あ、はい、トラックはないな。ないですね、トラック。やばいな、本当に。やばいですね。お前材料前の人にお前言ってほしい。何ってよ、はい、一応会社の作業車預けとったんだわ。はい、だけどもうガソリン入れれんように自分の金で1000円とか2000円で入れさせたもんで。あ、はい、昨日多分一トン車乗っただろう。多分ガソリン満タンだったもんで、ね、よしこれでいけると思って。ああもう今しかないって思って。材料も売れるだろう、新品の材料だもん、はい、犯罪だよなこれやってることは。まあここになこれ社協書もあるけど、はい、お母さんたちに聞いたらもうこれひどいんだわこいつ。親からも何十万も借りると思う。あ、親からも借金が。親もでどこで働いてるかも知らんし、はい、どこ乗るかも知らんって言って。ちょっと行ってみようかとりあえず。そうですね、いますかね。まあいないわ、くらんないで。まあ一応そうですよ、ね、俺も見つけ方知っとるで。そうです、何十人も見つけてきておるで俺音出るね。はい、ここでさ、一生懸命。はい、きったね。はい、エアコンもついてないし。ああ、じゃあいないですね。帰ってきてないですかね。この人逃げとるだろ、確実に飛んでるわ。そうですね、で結構いい感じになるの、新品でも1トン半に目いっぱい買ってた。そうですね、うん、これお前見とったらお前早く行っていた方がいいぞ。車買い出したら別に借金仲間は別にいいけど、まあ、車も買い出さないようだったら俺本当に犯罪者扱いするな、お前。もし見とったら、もしこの動画見とんなら、まあ、車だけでもこっそり乗れちゃう。で、もう一台貸し取った車の鍵もねえんだって。作業車からんでさ、1トン半に乗り換えて、まあ、仕事行っとるもんで。で、その資材置き場に一台置きっぱなしだし。はい。早やだろ。借金し、まあ、まあ最悪金なんか返ってこんねえけど、まあ、車まで盗んでたかは。ああ、ちょうど今日給料日だもん。あ、そうですね。ああ、ほんで飛んだわ。もう金もあるし、いやちょっと金入ってない、止めた、差し止めたんですか。でもそれ計算入れてたかもしれん、はい、昨日なんか金貸し食いって取ったんだ確かに。あ、そうなんですか。1万か2万貸してほしい、携帯代貸してほしいって言ってたけど。あ、はい、ちょっとふざけんなよって言ってそうですよね貸してみろよ、40万借りとって40万借りて何が携帯代知るかって言ってたけど先に返せって言いたい。そうそうそう、もちろんまあある程度は助けたらなんでは働いてるでしょう。まあそうですね、まあ、最低限のことやった。はい、まあ、ダメだよなあそこまで行ったら。また大好きなダイソーに来ちゃったなそうですね久々だわこんな飛ばれてよお前。とりあえずこれからどうするんですか、この飛んだ人に対して。もう興味ない。あ、もう興味ない。タバコ吸った時点で終わった、まあ、トラック忘れましただから警察は大体するしかないだろう。まあそうですね、うん、それはだって俺も高い税金払っとるんだもんね。警察の仕事だろそうです、ね、俺の仕事じゃないだろもうこれ以上。いやもちろん親御さんにはまあ連絡して、まあでもまあ警察沙汰にして、はい、うん、まあ車の盗難届を出さなかったよね。盗難されたんだから。そうですね、足場材もあったで、もう刑務所行きじゃない、うん、まくれるでしょ多分本人は。
そうですね、まあ、視聴者の皆さんもね、まあまあ、勉強になれば、まあ、こんなこと晒してどうすんのっていうのもあるかもしれんけど、はい、まあ、職人、まあ、全員が全員じゃないよ、もちろんいい職人さんもおるし、うちで働いてる子なんかみんないい子だし、はい、本当一部の底辺でもそういうやつらが求人にやっぱうごめいとるんだわ。あ、はい、よく俺も言うけどさ、求人でやっぱさ来る職人ってもうアホが多いんだわ、うん、どこも勤まらん。だって建設業って結構知り合い知り合いがつながっとるじゃん。職人ってだって現場行くまでいろんな人とつながるじゃん。そうですね、だからまあ仕事できる子って結構声かけられたりさ、また、はい、相談するところもあるわけじゃん。だけど相談するところもなく、はい、ね、求人に来て、まあその中にもいい子もいっぱいおるよ、はい、おるけど、まあ、変な子もいっぱいおるなっていう感じ、うん、で紹介とかで来る子って比較的、はい、まあ、それでも変なやつ来るときは来るけどな。皆さんもね、独立する人でよく一人親方でよく独立してさ、まあ、変なやつしかおらんで、はい、だってもう人使いたくないっていう人もおるけど、俺はそうじゃないと思うし、そんなもんでしょって、10人に1人でしょって最初の頃なんか、うん、まあ、今入って会社もでかくなっても そんなポンポン入れんもんね、はい、面接である程度見極めようとはしてそれでも難しいけどな。やっぱ最初の立ち上げの頃なんか特に誰でもって言ったらかんけど、まあ、動けるんだったらやってみようかなとか経験あるって言って1年ぐらいやったことあるって言ったら、はい、また使ってみるかってなるじゃん。そうですね、うん、でもそれ10人に1人だよね、うん、だそれまで含めての稼ぎだよね。みんな金入ったから全部自分のもんじゃなくて必要経費もあるじゃん。そうですね、会社運営するにあたっての、はい、材料置き場持つとかもそうでしょ。そうですね、うん、道具だけじゃないし、そこはやっぱ考えながら、うん、やっていかなかったんじゃないでしょうか。そうですね、まとまってますいただいてもいいですか。社長がちょっといるんですけど。あ、もしもし。あ、小林です。あれ、息子さんから連絡ってありましたっけ。トラックの運転みたいなこともさせとるんですけど、借金のこともあるし、まあ、借金のことも車のことまであるんで、まあ、ほんでね、お金のことだったらまだ本人が払う意思があれば、まあ、話もしたろうかなと思うんですけども、この車まで盗んでっちゃってるもんですから、連絡取れん場合はもう警察沙汰にするしかないじゃないですか。そうするとあの子ももう本当に刑務所かなんかの話になっちゃうもんですから、で一度今日中に一度連絡くれますか。僕もで明日付ではもう警察にその届け出んとトラックのこともあるもんですから、なんか事故が起こってもここからえらいことになっちゃうんで、そうですね、ちょっと一度今日中にまたご回答だけいただけますか。よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ本当に申し訳ないですけど、はい、こちらこそすいません、お願いします。リリちゃん、昨日何借金取りが出なかったの。あ、そうなんですよ、なんか借金取りっていうか、なんかお金を貸してそれをなんか定額で返すサービスっていうのが、うん、ちょっとあんま詳しくわかんないんですけど、他の事務員さんがそれなんか軽く調べてくれたんですけど、あ、その相手の会社名、相手の会社名をそう言う、私がなんちゃらさんでよろしいですかみたいな言った時にそれ聞いて調べてくれはったんですけど、うん、なんか、うん、まあ、多分お金を借りてて、うん、その人からなんか電話かかってきて、何々さんおられ、そちらおられますかみたいな言われて、うん、いやちょっと弊社ってもういっぱい電話してるんですけど出ないんですよねみたいな風に言って、うん、でその人も会社の人も向こうの人もめっちゃ電話してるけど出なくて、で多分給料日が15日で昨日14だったから、うん、はい、まあ予定通り引き下ろしてもいいですかみたいな確認で多分電話してきたんやと思うんですよ。ああ、そうだね。まあでも本人どうしゃべりたいんで、そうで電話が繋がらなかったのね、昨日返す。で電話繋がらなくて私たちも繋がらないし、まあ結局給料も差し押さえちゃったから入れないしみたいな、はい、そうですね。だからどっちみち払えないと思うんですけど、うん、どんだけ借りてるんやって思いました。そうですね、やばい、やばいですよ、本当に。この会社だけの話じゃないですもんね、他の金融から借りてるってことですもんね。それ親からも借りてるんですよね。そうですね、大変なんですよ、そう、うん、一回喋ってから、そんな感じです、視聴者の皆さん。感じですね。あーゴルフの練習か。行きますか。